今回は脱おばさんのヘアアレンジをご紹介いたします。表参道の夏夜ヘア、スタイリストの田中が解説いたします。普段のお洋服でもおばさん見えしないおしゃれなヘアアレンジをご紹介いたします。今回はゴムだけで作る簡単な玉ねぎヘアをご紹介していきます。玉ねぎヘアの綺麗な丸みのつけ方や、最後にゴールドピンなどをつけ華やかに仕上げますので、お呼ばれのシーンにもぴったりなヘアアレンジを作っていきます。最後までご視聴いただけると嬉しいです。まず髪の毛全体に手ぐしを通しながら、ざっくりと低めの位置でポニーテールにまとめていきましょう。ほぐすときはなるべく細い毛束で引き出し、毛束と毛束の間には間隔を少し空けましょう。スタイリング剤がついていると束感がしっかり際立ちます。最初に結んだ結び目から指2本ぐらい間隔を空けてゴムで結んでいきます。続いて結び目の間の部分を引き出していきます。上だけではなく左右後ろもしっかり引き出し、バランスを見ながら丸みをつけていきましょう。また続いて指2本ほど開けてゴムを結びましょう。しっかりここも丸くなるように全体をバランスよく360度引き出していきます。今作っている玉ねぎの丸の部分を大きくしたい場合は、この結んでいる結び目の間隔を広めに取ると大きい丸が作れます。引き出す毛束は指先でつまめるぐらいの少量を少しずつ引き出し、丸みをつけていきましょう。最後にトップのボリュームの部分もチェックして完成です。襟足の部分にゴールドピンで飾り付けをしていきます。ゴールドピンをつけることで崩れ防止や華やか見えの効果がありますよ。とっても簡単でおしゃれに見える脱おばさんポニーテールのご紹介でした。ぜひ皆さん真似してみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。少しでも参考になったなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。